はい、皆さんこんにちは。今日はどこに来ているでしょうかね、ちょっと植物の感じも違うと思いますけれども、今日はですね、こちら沖縄県宮古島に来ております。さあ、沖縄というと神社あるのかなっていう風にね、感じたんですけれども、実はこちらがね、日本最南端の神社だそうです。宮古島というとユタという名前をね、皆さん、聞いたことあると思うんですけれども、ウタキというですね、実際鳥居はあるんですよ。ところがこちらはですね、神道とは違って、こちらのですね、土地神をですね祀っている、そういったウタキという場所があるそうです。で、このウタキという場所もですね、皆さん気をつけなきゃいけないんですけれども、色がついた鳥居はくぐっていいそうなんですけれども、色がついていない鳥居、ここはですね、地元の方ですらくぐらないと。で、ここ中に入ると叱られるそうなんですよ。で、そういうね、地元の方だけをしっかりと祀ってるというね、そういったところがあります。で、こちらはですね、波の上宮といって琉球一宮と言われている那覇にあるですね神社があります。こちらにいる神様熊野三神をですね、1598年に誕生しまして、こちらが建立されたということです。さあ、どんな神社なのか早速行ってみましょう。こちらの神様ですけれども、熊野三神、こちらをですね、琉球一宮である波の上宮から誕生しました。で、こちらに書いてるんですけども、1590年このね、8年後にですね、このね、波の上宮から誕生したっていうふうにね、ここに書いております。こちらがですね、1590年、そしてその8年後に、こちらが建立されたと。そしてこちらですけれども、熊野三神っていう風にね、書かれてます。これね、熊野権現という呼び方もあるんですけれども、こちらはね、早玉大御事、それと伊ザナミの御事、それと琴坂大御事というね、三柱を祀られています。大体熊野三神というと伊ザナギ、伊ザナミ、そして佐野という風に言われてますので、その神様が祀られている。そして、市長であるですね、三柱、こちらのですね、市長だったと言われている方々が、神として、こちらに三柱祀られているという風になっております。那覇の港に光る霊石が現れ、我は熊野権現なり、この地に社を建てまつれば国家を外敵から守るとご神託があり、波の上宮に祀った。その後この地に誕生した。はい、こちらですけれども、こちらがね、手前の方が拝殿、そしてその奥にね、立派な大きなね、本殿があります。やはりね、沖縄らしくこの瓦見てくださいね、オレンジ色のですね、素焼きの瓦、こちらね、皆様ご存知のようにね、台風が直撃しますということで、この瓦をするというのはかなりリスクがあるんですね。それでもやはりね、この瓦を使うというね、そこにはやはりね、大きなこだわりというか、そういったものがあるのではないのかなということをね、こう感じさせられますよね。やっぱり神社でコンクリートだったらちょっと寂しいですよね。そういったところもちゃんとね、やっぱり気を使って、そしてね、2の鳥居もですね、立派なね、ヒノキで、作られた、鳥居もありました。はい、こちら手水舎になります。ちょっと、一般的な手水舎とはちょっと違いますね。何が違うかというと、こちら蛇口がついてるんです。で、なぜ蛇口がついてるかというと、この宮古島で非常に貴重なものは水なんですよ。ですからやっぱりね、この水のね、無駄遣いをしないように、ちゃんと蛇口で、そして左、右、そして左で口をゆする、はい、それと左というふうになっております。はい、こちらの碑ですけれども、こちらはですね、波の上宮からですね、こちらに、熊の三神を誕生したという、そのね、記念の日になっているそうです。はい、こちらですけれども、先ほどね、宮古神社の下にあるですね、針水宇多木という場所です。こちらもですね、神社と同様、鳥居があって、で、中にね、社があるんですけれども、こちらはね、神社とはちょっと違うんです。で、何が違うかというと、こちらは本来この宮古島の神様を祀る場所なんですね。ですから、こちらのことを宇多木と言います。で、この、宇多木の特徴なんですけれども、こちらのですね、上の方に、神社が建てられているというケースがあります。那覇のですね、波の上宮、こちらもですね、もともとこの宇多木があった場所の上の方に神社が建てられていると。そしてね、このね、宇多木のですね、気をつける点があるんですね。で、実はこの宇多木というのは、鳥居をくぐって中に入ってはいけないそうです。で、この鳥居にですね、色がついているところはですね、中に入っていいそうなんですけれども、こういうグレーの鳥居のところはですね、中に入ってはいけないと。で、こちら特別にですね、同じグレーなんですけれども、中に入っていいという唯一の場所がこちら、針水宇多木だそうです。はい、日本最南端の宮古神社、いかがだったでしょうか。私もですね、北は北海道、南は九州、沖縄まで、ね、全国津々浦々、こういう神社をね、紹介しておりますけれども、やはりね、その町々のですね、特徴がありますね。特にこちらはオレンジ色のね、瓦葺き、この宮古島というところは台風をまともに受けますので、それでもですね、この瓦葺きにこだわるというね、それはおそらく誕生したその当時にこの瓦葺きということで、建立をしたそうなので、それを現代に残しているという、そういう姿でした。そこにはですね、いろんな人たちの思い、またね、いろんな人たちの寄付によってね、神社が成り立っております。ぜひですね、これも未来の子供たちのために残していきたいなというふうに思っております。ということで、さよなら。日本のことを知りたいあなたのために、日本の神様開運ブック好評発売中。